やっぱり僕職業からいろんな地域行くんです。一般的な住宅街もあれば、はいはい、もう お金持ちと言われています、まあ、高級住宅街とか、あ、いろいろ、はい、でね、あのお金持ちにも上中下があるんですね、はい、ゴミから見て分かるんですね。いや、分かる、分かる。ちょっと金持ちの地域はちょい前はですね、あのシャワーヘッドをみんな変えてましたね。シャワーヘッド分かります？あのなんか例えばコマーシャルとかでウィーンってやって、なんかマジックみたいなのがね、落ちるみたいなね。あ、ミラブル？あ、そう、うん、でもね、なんかゴミ自体がね、だんだん上になっていくうちに少なくなっていくんですよね。ジョーのジョーは本当に修行僧かっていうぐらいもう全く出ないですよ。お金持ちはゴミを出さない。そうなんです。だからもう客観的に見ると、だからもうお金を出してゴミを買ってるんだなってな、はい、ね、一般的な住宅街の人たちは思ったりとかするわけです。もういいものをちゃんと長く使ってんですかね、高いものを。だからある程度やっぱりね、皮肉にも自分の好きなものをちゃんと気に入って買ってるから、うん、そんなに捨てる必要もなかったりとかするんじゃないですかね。あ、そうか。